今ですね TX5N の DX ペディションがですねオーストラル諸島 7.011 で最終日の DX をしているんですが、 TX5N DX ペディションオーストラル諸島、オーストラリアの横の方に僕たちを楽しまさせてくれてますからね、本当にペディションの方々には感謝したいと思います。DX の仕方のまずこれスプリット運用なんですよね。だから 7.1011 で送信しないようにしてください。でたまにも DX の運用周波数でここで呼び出してしまうと、多くの曲がこのペディションの曲を聴けなくなってしまうんですね。でまあいろいろやり方もあると思うんですけれども、まずは A イコール B にします。 AB セットして同じ周波数にしました。そしてスプリットのスイッチを押します。スプリット運用黄色いのつきました。そして送信周波数をアップ1だったらアップ1にして決めます。そして AB を逆にします。送信周波数が今、7.01 に受信周波数が 7.011 となります。そしてここの、普通はメインダイヤルの近くにこの TX、セットというここを押すとですね AB が切り替わる瞬時に切り替わるスイッチがあると思うんですが、これを上手に使いながら押したまま送信周波数を決めて離す。これスプリット運用ですね。スプリット運用というスプリットのマークがここに、ついてますけれどもね、このようにして送信をします。で、そうすると、こちらのペディションの周波数はいつも聞こえていて、送信周波数 こちらで送信すると、受信周波数に影響しないわけですよね。 7.011 は誰も送信しないようにするってことですよね。要するにね、だから、例えばここで、T890 の場合は TF セットというのがあるんですが、ここを押すと押してる瞬間だけ A と B が入れ替わるんですね。送信周波数と受信周波数が入れ替わるので、押しながら送信周波数を調整して離す。常に、受信は 7.011 これですね。で押しながら送信周波数、これ裏でたくさんの曲がこうこれ押しながら、周波数を増してます。これはいろいろな無線機、HF機にはついてると思いますので、押しながら送信周波数を見ながら、受け取りやってる曲を探せたら離す。そうするとそこで今度送信ができますので、そうするとね、当たる確率は多少増えるんじゃないかなという、まあ、向こうがねずらしたら、そんなことはないんですけれども、ディエクスペディションの送信周波数である 7.011 が守られながら、後ろで送信、たくさんの曲がアップ1で送信している。アップ指定がほとんどですので、まあ、アップ1といったら 7.0112 付近ですよね。いろいろ変えながら、ここがこの辺がいいんじゃないか、こうやってやってますよね。でこちらで相手がやってるのを聞こえるところを探せればいいですね。このように切り替えながら送信周波数で上手にこういい場所を見つけながらたくさんの曲がやってます。離して送信する、たくさんの曲がやってます。裏あのアップでね。でここで送信してしまうと、直で送信してしまうと、通常のように送信してしまうとこれ被ってしまいますので本当に要注意です。先ほどここに FT8 の音が流れてきました。多分何かね流れちゃったと思うんですけども、エクスペディションの時は非常にそのアップ指定を守るというのは とても大切かなと思いますね。ほら今聞こえましたね。ここですね。ここ皆呼んでますね。今向こうは 12.2 で聞いてるんですね。ここですね。これですね。こちら取ります。こんな感じでうまくちょうど今やり取り取れましたね。このように、ポイントは TX セット89番の場合は TX セットなんですけどもね。はい、このように DX ペディションをこなしてみたらいかがでしょうか。
としました。ありがとうございます。ベディションの曲を上手にゲットしてみてください。それでは JJXDG 総長でした。